今あの物語、子供のね、桃太郎とかさ、そういう本なのにした気がするんだけどね、前だ、夜ね、寝かせるのにそういう物語で読んで、子供をね、寝かせたもんだからね。時間のある方は中入っちゃった方がいいよ。中見た方がいいよ。うん。ここお店ですか？しゃしゃしゃ。お店じゃないですよ。普通のお家ですか？そうです。ああ、それでこんなにやってる。ああ、多いね。ああ、うちもやってる。ありがとうございました。昔も立体になってるのがあるってこと。そうそうそう、昔、そんなに大昔じゃないけど、もう明治あたりからもっと、はい、これは珍しくて、ほとんど人形あるけど、今はこれはほとんどない。私が収集したから、うん、探したんですよね。ありがとうございました。はいはい、そうじゃない。はい、うん、今どんなやつ、うん、シャオに
揺れてはいけないのもね、上にはいけないのもね。お嫁に来た時にも電話も昔の電話、そうそう、黒電話ファックスみたいなやつ、国登録だったり、すごいよね。
写真送ってもらおう。ベンチに置いてくれて。アイコンになっちゃった。消えちゃった。